ドナルド・リッジーは、アメリカ合衆国出身の映画批評家、映画監督。日本文化、とりわけ、日本映画の海外紹介に貢献した。1924年4月11日、アメリカ合衆国のオハイオ州のライマに生まれる。少年時から映画に関心を持ち8ミリで作品を作り始めた。ライマ中央高校卒業後、ヒッチハイクとアルバイトでアメリカ各地をさまよった後、 第二次世界大戦勃発により、軍に入隊する。1946年に新中軍の募集に応募し、タイピストの職を得、翌年来日した。新中軍の文化宝部で働いていた時、タイプができたので、ニュースレターに記事を投稿してみたところ好評を得、アメリカ軍の準機関紙正常期新聞に異動になる。映画欄担当になったのを機に、日本語はできないながらも日本映画を、 たくさん見始め、映画関係者に違遇を得る。日本滞在中、英米出身の日本研究者たちの白色ぶりや上級高官たちの社交世界に触れ、また、川端康成、鈴木大雪大野忠諸、鹿島正造、早坂文雄といった多くの文化人とも交友が、生まれ、オハイオの田舎では、到底味わい得なかった知的で、文化的な世界に、大いに触発された。 1949年に帰国後、コロンビア大学に入学。1953年に卒業。1954年に再び来日し、ジャパンタイムズ紙の映画表や書評などを執筆し始めた。また、新中軍の一員として来日をしてからこの時代にかけて作曲活動も始め、舞台音楽などを発表している。1959年に、 ジョセフ・アンダーソンと共にザ・ジャパニーズ・フィルム、アートインダストリーという英語による日本映画史研究賞上司。1960年代に黒沢明、溝口健二や小津安次郎を積極的に海外に紹介し、飯村隆彦、大林信彦らと共に結成したフィルムアンデパンダンに参加し、実験映画作家としても活躍した。 1969年から1972年までニューヨーク近代美術館の映画キュレーターも務めた。1983年に第1回が北賞を受賞。2004年第5回東京フィルメックスの審査委員長を務めた。同年朝日賞受賞を受賞。2013年2月19日東京都内の病院で死去。88歳没。没後。 執筆原稿や著作が、ボストン大学の資料保存センター、ハワード・ゴッドリーブ・アーカイバル・リサーチセンターに寄贈され、展示も行われた。作家のメアリー・リチーと一時結婚していたが、日本では男性のパートナーと暮らしていた。自身はバイセクシャルであると公言していた。ありがとうございます。